さあ、江戸時代の国際関係の続きをやっていきたいと思うんだけど、さっきの動画では鎖国っていうのをやったよっていうのをやったと思うんだね。日本が外国と取引をどんどんしないようにしていったと、それを鎖国って言ったと思うんだけど、その鎖国のしている中でも4つだけ外国と取引していた場所があったよっていうところなので、その4つを、ね、今回の動画でバシッと押さえていっていきたいなと思います。さあ、まず長崎は貿易を行っていた場所なんだけど、じゃあどこの国と長崎では貿易を行っていたのかということで2つ入れていきましょう。これが、はい、オランダと中国、この2つの国は長崎で貿易を行っていました。さっきオランダ商館って言ってね、貿易をする拠点がどこにあったか覚えてる？長崎のこれ出島っていう場所でオランダは貿易を行っていたよっていう風にやったと思うんだよね。オランダ商館っていうのを長崎の出島にこう移して貿易を行っていたと。さあ、この2つの国はオランダ、中国、まあキリスト教をこう持ち込まないよっていう国だったので、まあ、貿易が許されていたと。さあ、そして2つ目いきます。これが対馬藩って読みますからね。まずこれ対馬藩っていう藩ですね。対馬藩っていうのは九州地方の地図でよく見といてね、九州地方のちょうどまあ北あたりにある藩なんだけれども、さあ、そんな対馬っていう島があって、そこの対馬藩っていう場所と貿易を行っていた国、これが何かっていうと、はい、朝鮮と貿易を行っていました。近いよね、対馬藩と朝鮮もうすぐ近くだと。ということで朝鮮と貿易を行っていたと。そしてもう一つ、その朝鮮からは将軍が変わるごとに日本にお祝いに来た施設っていうのがあったんだよね。そんなことをするんだっていう感じなんだけど、まあ将軍が7代将軍になりました、8代将軍になりましたみたいな感じで、将軍が変わるごとにお祝いに来た施設っていうのがあって、さあ、それを何というかっていうと、はい、朝鮮通信使っていう風に呼びます。まあ、通信使とも言ったりするけれども、まあ、朝鮮から来た施設ってことで、朝鮮通信使っていう風に呼んだりします。さあ、こんな感じで、まあ、長崎で貿易を行っていたり、対馬藩も貿易を行っていたり、さあ、残り2つ、どこかっていうと、今度はここです。さあ、薩摩藩っていう藩なんだよね。ちょっと送り仮名を振っておきましょう。これで、薩摩っていう風に読むんだけど、九州の鹿児島県にある藩なんだよね。九州の鹿児島県にある藩なんだけど、さあ、その薩摩藩はどこと貿易を行っていたか。まあ、近いところだよね。さあ、これ入れていきましょう。これを、はい、琉球王国っていう国と貿易を行っていました。今で言う沖縄県だよね。さあ、そこはまだね、日本ではなく琉球王国っていう独自の文化を持った国だったんだけれども、さあ、そこと貿易を行っていたのが薩摩藩っていう藩なんだよね。なので、これ場所でこうしっかり覚えていくと、薩摩藩っていうのが九州の鹿児島県で、まあその近くの、まあ地域ということで、琉球王国、沖縄県と貿易を行っていたんだと。さあ、これが3つ目。なんか、鎖国って言いつつも、結構さ、取引してるじゃんっていうのが、結構実際の感想なんだけど、さあ、4つ目見ていきましょう。今度は、松前藩っていう藩なんだよね。さあ、どこにあるのっていうと、北海道の一番南にある藩なんだけれども、それが松前藩なんだけど、じゃあそんな松前藩はどこと貿易を行っていたかっていうと、これが、はい、これで、蝦夷地っていう風に呼びます。蝦夷地。ちょっと送り仮名振りますよ。蝦夷地っていう風に読むんだけど、今で言う北海道だと思ってください。北海道は当時、蝦夷地っていう風に呼ばれてました。そして、独自の文化を築いたアイヌ民族っていう民族がそこで生活をしていました。さあ、そんなアイヌ民族が住んでいる蝦夷地と松前藩で貿易を行っていた、取引を行っていたと。しかし、このね、松前藩、これ嫌なことやるんだよね。アイヌ民族、これ下に見てます。ね。これ、アイヌ民族ね、下に見てるから、もう儲けてやろうと、アイヌ民族から無理やり高い税金払わせて高く売りつけてやろうみたいなことをずっと続けていたんだよね。さあ、そのアイヌ民族、ついにそれに対して松前藩に対して怒って、不正な取引を封じられ、反乱を起こすっていうことをやるんだけど、さあ、その最後、これ反乱入れといてほしいんですが、アイヌ民族が松前藩に対して起こした反乱、これが、
はい、シャクシャインの乱っていう風に呼びます。さあ今でもね、銅像がバーッとねこう飾ってあるぐらいなんだけれども、そんなシャクシャインっていう人物を中心に松前藩に対して起こした反乱、これがシャクシャインの乱っていう風に言います。まあ江戸時代もね、1669なので、まあ前半部分ではあるんだけれども、まあそんなことがこう行われていたんだと。まあ最終的にこのシャクシャインの乱っていうのは、松前藩に押さえつけられ、結局こう反乱が、うまくこう通らずね、自分たちの意見通らず、不当な利益を、不当な取引を強いられるっていう状態が続くことになるんだよね。はい、ということで4つしっかりと整理をしておいてください。長崎で行われていた貿易、どこの国と貿易を行ってたか、対馬藩とはどこと貿易を行ってたか、薩摩藩どことやってたか、ね、松前藩どこと行ってたか、しっかりね、地図で藩がどこにあるのかっていうことと、ところと、その藩はどこの地域と貿易を行ってたかっていうところをしっかりと押さえていきましょう。ユニバープラスのイントロ授業どうでしたでしょうか。もっとですね、ユニバープラスのイントロ授業を見たいよとか、もっと使いたいよっていう人はですね、ユニバープラスの専用の動画コンテンツサイトがありますので、まあ、そちらではこのイントロ授業以外にたくさんの問題演習がタブレットやスマートフォンでできる機能もついておりますので、興味ある方はですね、概要欄のホームページよりお問い合わせいただければと思います。お待ちしております。お待ちしております。